リー六本木 TV ラジオ版毎月第1木曜日は山山手女瀬子学院放学院放送部、イエーイ。イ。本日の進行役は私、かわいいとキュロロの中村さえです。そして、広報担当と笑い担当などしています。私、瀬川美久、チュルルン、チュルルルルンです。そして、山中瀬女子学院、放送部部長の山城なつみです。キュルリン、キュルというわけでね、今日もね、リモートにて収録配信となりますので、はい、ちょっと。現在ね、山城なつみさんは舞台の本番前日？なるほど。そして中村紗衣さんは今絶賛稽古中なんですよね。そんなこんなでね、ちょっと私たちお忙しくさせていただいてるんですけれども、収録ではございますが、皆さん今日も楽しんでくれたら嬉しいです。でも3人なのでね、また今回も。よろしくお願いいおた願しいましすまよ。おーす。願いします。お願いしますよ。お願いし誰？ます。何なのキャラブレが。いや、絶好調ですね。どんなノリよ。好調ですね。どうですか、最近は。すっごく雑な振りなんですけど。進行が最中近村だどう？から。みたいな。なんか9月っぽいことはできてないですよね、まだ。そ始れまったはばっなかぜりなで。ら今収録してるときは8月だからね。そうなんですだからとよ。いって8月らしいこともできてないですよ。ねえ、でも私、やばい。浴衣をイベントで来た？着させていただいたので、わあ、もう夏やったじゃん。そうなんですよ。だからもう夏いいかなと思って。そうね、もう十分。浴衣を着ればもう10ポイントね。そうなん満です点。よ。10ポイント中10ポイント浴衣でもらえちゃう。でも9月もお祭りとかありません？なんか。ああ、でもさ、最近暑いからもしかしたら9月の方がいいのかもしれなああ、いそうね。かも。確かに。9月末とか10月とかにあったりね、やってるのあるよね。で、まだ間に合うといえば間に合うけど、どうかな？そうかな。期待だねな。え。ねえ。浴衣何柄ですか？私が着たのは白いソーレースの浴衣なんですよ。かわ着いい物やつじゃん。だ。そう、ちょっと去年イベントで着させていただいた浴衣が割と古風な感じというか、しっかり和柄だったので、今年はちょっと洋風な感じでいこうと思って。なるほどね。いいね。そう、自分で買って、それにアレンジちょっと入れて、髪留めとかも、パールでパーツを揃えて、で、同じパールのベルトを帯留めみたいな感じにして、洋風な感じでアレンジさせていただきました。いい、かわいいね。ねえ、白。すごいね。帯も白ってこと？帯はピンクに、へこ帯で緑ですね。へえ、かわそいい。う、帯を今回2個使いました。なるほどね。二色帯にしたみたいな 感へじになっこたの帯っかてな。わかります？さえちゃん。全然わかんなかった、今。鉄鋼なん瓶？か、へこ帯？へこ帯ね。小さい子がつけるようなクシュクもしシュゃもししたゃしてる帯。やつだ。あ、そう。あれあれね。と普通の硬い帯を組み合わせるとめっちゃボリュームが出て可愛くなるんですよ。あ、じゃあ、へこ帯も後ろに結んで出したってことか。あ、そうです。今時やん。ねえ、多分ふわっとする感じになるってことかな。そうなんですごいよ。なぁ。詳細が見たい方は私の公式 X かインスタグラムを見てください。お願いしまねえ、す。気になるから見てこよう。おお願い私し見てないな。見たいな。ます。さえは、なんかあとやりたいことあった？夏。やりたいこと。最近、今のうちにやっときたいとか。バーベキューとかさ。痩せたい。あ、それは痩せまあ、たい。常にある、常にある。なんで常あるんにですある。よ。ノースリーブが着たくて、二の腕をまっすぐにしたいんですよ。だから二のなん腕のか脂今す肪をごい落と流行しってたい。るよね、ノースリーブね。あ、そうなんですか。流行りみたい。みんな街中ノースリーブで。すごいな、みんなって思って、暑いし私はね。ってなる、いつも。
ノースリーブにデニムが似合う女になりたい。いけそうだけどね。いけないの？まだちょっとね。早い。まだ、まだちょっと早い。まあでも今から頑張ったら来年の夏にはね、もう結果が出てると思うから、頑張りましょう。そうね。気長にね。気長に。一年頑張んのか。一ヶ月とかで痩せれたらみんなね、もうこんな悩まないと思うから、ゆっくり一緒に頑張りましょう。頑張ろうね。頑張ろう。でも私も浴衣も着たいな。いいじゃん、いいじゃん。着れるじゃん。いけるいける、うん。ちょっと家で着ようかな。家で。着るか家で。どうしよう。そうだね、ラジオだけど浴衣で配信しましょう。ラジオだって。ラジオだけど。こういうのなんですっていうのを説明するだけで終わっちゃうね。でも楽しそうですね。ね、いいね。ちなみに私はね、紺地にボタンの柄で、お黄色予備。かわいい。かわいいよね。なんかもう今の浴衣って感じで。かわいい。絶対かわいいな。じゃあそのさ、白の浴衣とサイの浴衣に合わせるんだったら、私何色にしたらいいかな。結構4個ぐらい持ってるから。あ、そう、何色がいいかね。黄緑になんか赤い花とかのやつとかいいかな。かわいい。いいよね。で、赤い帯なの、ね。うんうん。結構モダンな感じとかだから、そういうのとかにしようか。そういうの勝手に合わせるよって。いつかね。いつかね。浴衣イベントやっちゃったりして。いいね。ね、来年とかやりたいですよね。いやもう忘れないようにしないと、1年後にまた来年やりたいよねって言って、あれなんか去年話したなって絶対やってる。確かに、同じ話ループしてる気がするし。そうそう、そういうものなんだもん。ねえ、1年あっという間。早いよね。もう9月ですよ。やめてー。早いよ。早いよ。え、なんか私の記憶的に、ついこの間ハッピーニューイヤーした気がするんですけど。本当にそう。わかる。でももう9ヶ月経つってことですよね。うん、怖いね。怖い。やだ、早すぎ。止めて、誰か。ね、時止めてほしい。ね、時間が経つのがあっという間だよね。ですね。本当にあっという間。なんか舞台の稽古とかもそうですけど、うん、始まったと思ったらすぐ終わるじゃないですか。で、すぐ本番。なんかね、そう、私もよく顔合わせの時に、いやーちょっと楽しみだってツイートしようって思って、なんかツイートし忘れたまま明日小屋入りだとかめっちゃやってる、ね、いつの間にか終わってる、2週間くらい経っちゃったってなってる、わかる、ですよね、早すぎるんだよ ね、 ね、もっとなんか気軽にツイートとかしたらいいのにって言われるんですけど、私もでもなんかこう必要な情報が見えやすいようにというか探しやすいようにしようと思ったら、こう自由につぶやくのもなと思って、そんなことを考えてると稽古期間中に全然ツイートしなくって、なるほどね、気づいたら稽古始まりましたの次が初日ですみたいな。いや心痛い、めっちゃわかる、心痛いですよね、そうなっちゃうよな、めっちゃわかる、なんかさ、ただ気にはいっぱい溜まってるんですよね、勢いで打ってるとなんか日本語が変な気がする、ちょっと後で直そうとかで忘れちゃうんだよね。そうだから私こう夢があるんですけど、ほうほうほう、ツイッターってわかります？ツイッターかな、ツイッターになんかこう ER つけたみたいな、へえ、めっちゃツイートする人みたいな、そうツイートが上手な人みたいな、へえ、上手な人っていうか、まあめっちゃもう本当に日常生活においてつぶやくっていうのを、なんだ、息をするようにできちゃう人、すごい、起きたみたいな、そうで、しかもちょっとなんか面白いんですよ、なんかツイートの内容が、はいはいはい、2行とかでめっちゃクスッと笑えるようなことつぶやいてたりとかしてて、はいはいはい、それに、なりたいの？そう、ツイッターラーになりたいと思って。あんまいないんじゃない？いや、結構いますよ。いや、そうなの？ツイッターラーになりたいと思ってやってる人いないでしょ。まあまあ確かに、そう夢はツイッターラーですみたいな人いるかもしれない。ツイッターラーって今のツイッターラーって言うのか？でも、X に変わりましたけど、ツイッターラーとツイハイは変わってないですよね。ポスターになるのかな？ポスター？あ、ポスターか、ポストだもんね。そっか。ツイートはポストになるのか。そう、ポスターってこと？ポスター。なんか、なんか、なんかやだ。私、いまだにツイッターって言ってる。私も言ってる。うん、私もツイートって言ってる。うん、ツイートって言っちゃう。うん、
だよね。なんかもうそんな急に変えられても多分、うん、そうだよね。なかなか難しい。X って言われた方が嫌だな。ずっと自分の名前でやってきたのに、うん、あなた今日から花子ですって言われて、花子ですってなんか言うのもなんか花子ですってなっちゃうよね。ちょっと例えが意味わかんない。そう、でもわかります。なんか急に X って言われても、X っていうのも恥ずかしいし。ね、なんかちょっとね。ね、でもなんか Twitter っていうのもちょっと恥ずかしいし、みたいな。だから最近私結構 SNS みたいな感じでまとめちゃうかもしれない。ああ、まあいいんじゃない？だからもうすぐ X でこう順応できてた人たちがすごいなって思います。うん、いや、なんか2人ともしてたような気がするけど、そんなことないのか。してないですよ、全然。あの、わざと X とか言ってましたよ。なれるように。公式 X みたいな。すごい。え、なんでこの話になったんだ？あ、ツイッターになりたい。え、夏の目標なの？夏、なんか人生の目標かも。ここ1年、ここ1年じゃない、もっとスケールでかかった。大きくなっちゃった。え、ミックさんはやりたいことあります？別に私はツイッターにはなりたくないかな。絶対なれないからな。え、私は腰痛のない世界に行きたい。腰痛。やばいやばい、もうリアルだ。ちょっと待って、やばい、ダメダメ、女子学院なんだから。いやでもそんなことない、高校生も腰痛い。マットレスとか変えたらどうですか？あー、確かにね。そう、マットレスと枕変えるだけで結構変わりますよ。うん、へぇー、ちょっと枕から変えてみようかな。そんなに変わるのかな？変わります。最近の目標、マットレスを変えるですね。どうしましょう。よかったら教えてください。ね、なんか調べてみよう。なんか何も気にしないでずっと使ってるからやばいかもしれない、もしかしたら。買い時なのかもしれない。ちょっと高いやつでもやっぱ買ってた方がいいって私も言われて、うん、人生において寝てる時間って結構長いじゃないですか、うんうん、なるほどね。だから起きてる時に姿勢をどうにかしようとかストレッチしようとかよりも、もっと手軽で簡単に姿勢が矯正されていくらしくて、うん、効率いいんだな。そうか、そうだよね。私も腰痛持ちだったんですけど、うんうんうん、枕変えて、うん、一応お風呂に浸かってとかしてるうちになんかなくなりました。いいな。まあ、でも物理的に、ね、重たいもの持つとかその荷物多いとかだとまた出てきちゃうんですけどね。ちょっと研究しようかな。みんなで健康になりましょう。女子学院じゃないよ。やばいやばい。やばい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 。山中瀬友の会になっちゃった。やだやだ。ちょっと若くあろう。5回に1回ぐらいやるか、それ。友の会。まあ、じゃあ、こんな感じで、前半ここまででいいですかね。はい。はい、では、この後は、私見ちゃったんですのコーナーです。私聞いちゃったんです。本日は私瀬川美久がお届けします。で、私は先日ですね、伊藤香織さんがパーソナリティを務めているラジオアクティブサタデーを聞きました。ですね、この番組は武蔵野 FM というコミュニティ放送局で放送されているものです。放送局の中の紹介では、住みたい街で全国から注目エリアの放送局、吉祥寺発の旬の情報と音楽をオンエア、ジャズも必聴とあります。ですね、番組の構成としてはですね、一つの話題の後に一曲という感じだったので、時間の中でたくさんの話題と曲を聴くことができます。そして曲を挟んで関連した話題でつなげていくこともあれば、次々に話題や情報を変えていくこともあったので、いろんなのを楽しみながら、なんかすごい情報に詳しくなっていく感じの番組でした。
私が聞いた8月17日の回なんですけど、この時はですね、主にパリオリンピックの話ですね。こちらが半分ぐらいはパリオリンピックの話をしていました。その中でですね、各競技の結果だけではなくて、選手にすごいフォーカスしていて、経歴の話だったりとか、オリンピックの出場に至るまでのストーリーとかをたくさんですね、聞くことができました。私はですね、オリンピックは見ることもできたんですけど、結構見れなかったりして、なんかニュースで追ったりするだけのものも結構あったんですけど、この放送をですね、一回聞いただけでかなり詳しくなることができました。いやー、もう日本の選手をはじめですね、皆さんすごかったですよね、オリンピック。個人的にはですね、私は前回コロナ禍の影響で無観客だったのが、なんかすごいとても印象に残っていたので、今回有観客で応援があるっていうのが、やっぱりスポーツっぽくていいなって思いました。そして他にもですね、現在開催中で、9月の8日の日曜日までやっているパリパラリンピックについての情報だったりとか、とホッとする話、そしてあとは最近話題になっている、その時はですね、サプライズの話とかをね、していましたね。伊藤さんはですね、私よりももうずっとずっとベテランの、主にアナウンサーのお仕事をされている方なんですけど、おっとりしていてとても聞きやすくて、すごい安心してラジオが聞ける、もうとても素敵な声だなと思っていました。いつかご一緒できたら嬉しいなって思っています。また途中でニュースとか、あとは渋滞情報とかもお伝えするアクセスインフォメーションの時間があったんですけど、それも担当されていました。とても聞きやすくて、最新の情報とかもすんなり得ることができて、とても助かりました。情報はですね、吉祥寺を周辺とした武蔵野市の情報が中心なので、付近にお住まいの方や近くに用がある方とかは特におすすめできる番組です。アクティブサタデー、こちらは毎週土曜日朝8時から12時まで武蔵野 FM で放送中です。周波数は 78.2MHz、 もしくはインターネットサイマルラジオというリアルタイム配信をしているので全国から聞くことができます。ぜひ聞いてみてください。そして伊藤さんの他の番組への出演情報ですけど、 FM 立川プレステ立川多摩地域情報局というラジオ番組のパーソナリティを務めています。こちらは毎週木曜日12時から14時の放送となっております。こちらもぜひチェックしてみてください。ということで本日は伊藤香織さんがパーソナリティをしているラジオアクティブサタデーを私瀬川美久がお伝えしました。後半はそれぞれの持ち込み企画をやっていこうというコーナーになっております。今回は私、はい、山城夏実のこんなコーナー、ででん、人生に潤いを、あなたの心に一番響いた作品は何ということで急だね芸術も秋なんですよ、もうそろそろ。もう秋なのやだ。そうなんです。夏が過ぎて芸術の秋がやってきますよということで、まあ、うん、私たちのね、なんだろう、思い出深いというか一番心に残っているアニメとかドラマとか、うん、映画とか何でもいいんですけど、何か作品を紹介していただきたいなと思って、今回こんなコーナーを用意させていただきました、うん、そしてね、私たち役者というか、まあ、タレント業やらせていただいてるじゃないですか、うん、だいたいこうアンケートとか何かインタビューとかで、一番好きなアニメは何ですかとか、うんうん、あなたのターニングポイントになった作品は何ですかとか聞かれません？聞かれることがあるんです、たまに。だからそんな時に簡潔にパッと答える練習も兼ねてみたいな感じでちょっと言ってるんですけど、まあ、私が単純にさえちゃんとミクさんのおすすめの作品を知りたいなと
思って今回ご用意させていただきました。どうです、うん、パッと思い浮かびます？インタビュー形式ですか？あ、そうですね、その何でしょう、どんなところが心に響いたとか、うん、心に響いた要因とかあるじゃないですか。その時ちょっとうまくいかないことがあったとか、はい、なんかそういう、こう実体験に紐づけてこうお話ししていただくと、より今その環境に置かれているリスナーの人たちが見たい、見たいと思うんじゃないかなと思いまして。なるほどね。さえ先にやっていいよ。いやいやいや、なんかたくさんありますよね。絞るのが難しいみたいな感じになってる今。いや、そうなんだよな。そうですね。でもまあ、そのパッと浮かんだやつがいいってことだよね。そうですね。ね、そのパッと一番最初に浮かんだやつがやっぱ一番残ってる作品だと思うので、うん、教えていただきたいなと思ってるんですけど、さえちゃんちょっと思い浮かびました？うん、思い浮かんではいる。お、心に決めたものがある。じゃあ、熱い思いを簡潔に、はい、私たちにだからおすすめだよって伝えてください。それではよろしくお願いします。はい、ではおすすめさせていただきますのは、大豆田とわ子と3人の元夫というドラマです。ご存知ですか？知らない。知らないです。この大豆田とわ子と3人の元夫は2021年にフジテレビ系列で放送されてたドラマなんですけど、でも割と最近ですね。そうそうそう。そうだね。まあ、うんうん、私がこの俳優という職業を目指したきっかけは全然違うんだけど、それはマンマミーヤっていうね、うんうん、ミュージカル映画がきっかけなんですけど、明るくハッピーみたいなミュージカルなんですけど、まあそれはね、まあ置いといて置いといて。そう、私はね、この大豆田とわ子と3人の元夫っていうドラマが大好きなんです。で、まあ12話ぐらい、普通に日本のドラマなので12話ワンクールのやつなんですけど、うん、まず出演が豪華。主演が松たか子さん、うん、で松たか子が大豆田とわ子役なんですけど、うんうん、そのとわ子には3人の元夫がいるんですよ。うんうん、バツさん、バツさんで今は娘と一緒に暮らしてるよみたいな人なんですけど、うん、そう、その元夫3人も松田龍平さん、おお、で、うんうん、東京03の角ちゃん、角ちゃんと岡田将生さんっていう3人が元彼で、で、今のとわ子に近づいてくる男たちも豪華な。小田切丈さん。すごい。で、いろんな人が、うん、まず俳優さんがいいんですよ。うん、で、脚本が坂本雄二さんっていう脚本家さんなんですけど、花束みたいな恋をしたとか、うんうんうん、最近だと怪物とか、あ、脚本書かれてる方で、私その人の脚本がとっても好きなんですよ。うーん、で、戯曲とかも書いてるから、それを普通に本屋さんで買ったりもしてるぐらい好きなんですけど、うん、その人の何がいいかって、セリフがとっても明るいんです。もうとっても明るくて、なんかね、不思議なんですよね。なんだろう、なんか、もうすっごい明るいからこそ、シリアスな場面で、そのシリアスさが目立つっていうか、シリアスもちょっと明るく言うから、なんかその登場人物一人一人の本心がまあ見えづらいっちゃ見えづらいんですけど、それをなんかひねくれものが多くて、なんかそれがいいんですよね。みんな人間らしくて。ああ、なるほど。なんか変にこうドラマの中の人みたいな感じで、なんかカッコつけるわけでもなく、うんうん、人間らしさが、うん、こう伝わってくる作品ってこと？そうなんです。でも明るくて、すごいかっこいい人とか、今時の人もいっぱい出てきて、みたいな感じなのかな。でも、今、俳優さんと脚本を紹介したんですけど、うん、あと一つ大事なのが、劇伴なんですよね。サントラが、坂東悠太さんって人なんですけど、坂東さんも別名義で松芝さんっていう、名前でやってたんですけど、うんうん、もしかしたらシロちゃん知ってるかもしれないんだけど、ユーリオンアイスってわかる？うん、知ってる、大好き。うん、大好きだよ。フィギュアスケートのアニメなんですけど、うん、
ユリオンアイスの劇伴やってるのが松柴さんなんだけど、でその松柴さんの音楽がいいなと思って探してたら、今は坂東雄太さんって名前でやってるっていうのを知って困ったと思ったの。あ、知ってる知ってる。で、坂東さんのその曲もその大豆田とわ子の世界にぴったりで、なぜかっていうと、その坂本龍二さんも坂東さんもなんか悲しいシーンで悲しい曲は使うのは変じゃないかっていうなんかちょっと持ってて、だから悲しいシーンでもちょこっと悲しさを助長させるような誘うような音楽じゃなくて、まあ、反対のちょっと明るめな音楽使ったりしてるの。なんかそああ、れでもも、私そういうのすごい好き。めっちゃいいですよ。もう明るくてめっちゃいい。なんかそれもなんかいいんだな。なんか日常の延長線にある感じがしてとってもいいです。ああ、なるほど。だから私はそのサントラを聞いてね、結構過ごしたりするんですけど、もう大豆田とわ子になった気分で毎日を生きられるので、とっても素敵って感じ。なるほど。っていうありね、がとうございます。全然簡潔じゃなかったね。いやいやいや、熱い気持ちが伝わってきたよ。でもね、伝わりましたよね。そうなの。じゃあちょっとね、今このラジオを聞いてくださってる皆さんも、もしお時間があったら、なんだっけタイトル。大豆田とわ子と3人の元夫を見て感想を送ってください。気になる気になる。じゃあお次はミクさんのおすすめの作品を聞きたいな、ね、どうしようね、このさえの熱い語りの後に。いやいやだ。でも一個だもんね、自分のなんだっけ、人生のなんちゃらなんちゃら、ターニングポイントだっけ、ターニングポイントとなった作品というか、はい、まあ響いた、はいはいはい、一番心に響いた作品ですかね。うん、なんかそうやって言われると多分私はブレイブストーリーっていう本を知ってるかな、宮部みゆきの小説なんだけど、読んだことない。ブレード何ですか。ブレイブストーリーです。ブレイブストーリー、うん、宮部みゆきの小説で、まあ、角川書店で出てる、まあ、結構上中下ぐらいある小説なんだけど、あれをね、小学校の時私めちゃくちゃ本読むの好きで、なんか親戚中の図書カードを奪って、その図書カードでなんかめっちゃ買い物、本屋で図書カード三昧の生活をしてたのよ。お金なくても図書カードだけはあるぜみたいな感じの生活をしてて、でなんか小学校の時にね、映画がやったの、アニメ映画が、多分2人は幼稚園だったのかな、私が小学校ちっちゃい頃だったからかなって思うんだけど、その時にアニメ映画、それこそ松たか子さんが多分主演だったんだ、そう確かだったんだけど、それで映画が楽しみすぎて先に本を読んでしまったの私は。そしたらね、全然差し絵がないマジな分厚い小説の上中下だったの、小学校中学年ぐらいの時に読んだんだけど、だからなんかそう、ちょっと背伸びしたことをしてしまったのね当時。であらすじみたいなだけ言うと、なんか簡単に言うと普通のお家に住んでる人がなんかある日ハイマンションみたいな、幽霊が出るみたいなマンションをなんかちょっといつもはいい子にしてたけど、そこ探検しちゃうの。そしたら別の世界とつながってたみたいな話なんですね。でそこから冒険していくんだけど、それがめっちゃファンタジーの世界なのね。私のなんかそのファンタジーのを知った入り口っていう、まずターニングポイントが一つあって、今も大好きなんだけど、っていうのと、なんかそうやってなんかこんな分厚い小説読めないよみたいな感じで、まあ、映画あるから見るかみたいに見たらめっちゃハマっちゃって、すごい泣いた記憶があって、だからその時になんか出てた、なんか最後そのつながった世界と現実の世界のなんか家族がちょっとつながってたみたいな話になってきちゃうのよ。そうするとなんかその小学校の時に自分の周りにいた家族にこんなつながりがあるのみたいになってめっちゃ怖くなって、なんかいつも普通のお父さんももしかしたらとか、なんかめっちゃ怖くなって、なんか毎日泣いてた、その時怖くて。っていうのがすごい覚えてて、なんかその時からなんかすごい自分の妄想力というか、なんかこの扉開けたら違う世界あるかもとか、なんか
このいつもと違う空気の匂いってもしかして何かあるのかなとか、なんか、うんうん、すごいいろいろ考えるきっかけになった作品、うん、みたいな感じなのかな。それを小学校の時にやったもんだから大変な中学時代だった。もう中二病こじらせちゃったみたいな。そうお前らの知らないもの見てるぜみたいなね。そういう生活してたかも。うん、でもそういうきっかけになるようなファンタジーの小説を小学校の時に出会えたのが良かったなって思ってて、うんうん、でもなんかめっちゃその先に小説を見てあーって泣いて映画見に行ったらその泣いたシーンがカットされてて、だから最初ショックだったんだけど、でもちょっと大きくなったらわかるけど、子供向けアニメの映画だから怖いところはカットされてるの、そりゃそうだよねっていう。あ、なるほど。怖いんだ。そう、結構怖かった。てかリアルだった。っていうのがすごい印象に残ってるかなっていう話かな。なるほど、なるほど、うん、でもいい。また読み返したいなって思ってます、うんうん。はい、ありがとうございます。大丈夫かな、これで。大丈夫です。このブレイブストーリーを読んで女優になりたいみたいな感じになったのはない、うん、あ、そういうわけではないけど、例えば役作りには役に立ってるかもね。うん、さあ、だって関係のない、あの無のところから私たちはその世界を作ってるわけだから、そのなんかやっぱ何にもない普通のマンションとかからこういう世界になるんだって、世界を丸々作ってるのに出会って、うん、結構衝撃を受けてるから、うんうん、なんかそこのなんか役作りのなんかしやすさみたいなののきっかけにはなったかもね。なるほど。別にその役者をやるきっかけになったっていうわけではないけど、うんうん、今でもその役作りのきっかけにはなってるかもしれない。へえ、なんかいい話、はい、なんかやっぱいいな、こういうの。ね、いいですよね。あんま言わないよね。このじっくり言う機会ってなかなかないからさ。そうなんですよ。なかなかない。一言でみたいになっちゃう。ちょっと全然一言じゃないんだけど。いや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 。でも、ね、ラジオだけど、あの、私たちはビデオをね、つないでるんですよ。もうめちゃくちゃニコニコしながらミクさん話してて。恥ずかしいんだけど。なんかいいなって思うよ、ね、好きな、ね、ものの話してる時とかめっちゃ楽しいよね。サイもすごいニコニコしてたけど。してた。そう、それでやっぱり聞くとさ、もっともっと、あ、これも話したいなとか思っちゃったりする。そう、わかるわかる。そうなんだこの観点で言うとこれもいいんだよとか、わかる。この作品もとか言いそうになっちゃう。わかるわかる。無限にできたよね。無限にできるな。ね、うん、いえ、ありがとうございました。ね、そうだよ、シロもなんかちょっと行ってきなよ。行ってきなよ。そうですね、一応、うん、あの3つ用意してきたんですよ。え、めっちゃ用意してる。ちょっと待って、1つって言ったじゃん。そう、1つって言ったんですけど、その観点がそのどこに重きを置くかで変わってくるなって思ったんですけど、まあ、でもその今自分がやってるその芸能のお仕事とかの考え方の、なんだろう、元になった作品っていうのがあって、まあ、それがアイドリッシュセブンっていう、まあ、スマホゲームなんですね、元は。で、楽曲がたくさんリリースされてて、それに合わせてこう、あのリズムゲームをするっていうゲームなんですけど、ただ、ストーリーも結構がっつり配信されているのと、アニメ化もされているし、コミカライズ化もしてるし、まあ、映画とかもあったりとかして、割とこう、いろんなところで作品が見れるんですけど、私はその中で印象に残った言葉がいっぱいあって、そもそもそのアイドリッシュセブンに出会ったのが2015年だから、私が中学2年生ぐらいの時で、で、アイドリッシュセブンの配信も2015年の8月だったんですよ。で、今、もう9周年とかなんですけど、すごいね。配信された当時って、まだ中学生で、夢も、なんかふわふわしてて、何になりたいとかも決まってなかったというか、まあ、やりたいことがたくさんある状態だったんですけど、そのアイドリッシュセブンっていう作品が、アイドルを育てる、アイドル育成ゲームっていう感じで出されてて、プレイヤー、私は、アイドルのマネージャーとして、そのマネージャー視点で物語を見ることができるんですよ。で、その中でやっぱ表に立ってるアイドルと、
こうマネージャーたちに見せる裏の顔、裏の顔っていうかその素の部分っていうのの、うん、その書き分けというか対比がとっても素晴らしいのと、今思えば確かに私も表に出るようになってこれで悩んだなって思う描写がたくさんあって、その中で一番私にぶっ刺さったセリフがあるんですけど、うんうん、読み上げていいですか？おお、いいよ。アイドリッシュセブンのゲームの中のトリガーっていう3人組の男性アイドルグループがいるんですけど、うん、そのセンターの男の子、もう本当にウルトラパーフェクトみたいな完璧主義者みたいな子のセリフなんですけど、うん、僕たちは忙しい、だけどお客さんはもっと忙しいかもしれない、僕たちの仕事は大変、だけどお客さんはもっと大変な日々を過ごしているかもしれない、僕たちにはやりたいことがある、だけどお客さんにはもっとやりたいことがあるかもしれない、そんな中時間を作って僕たちを見に来てくれる、夢のような楽しい時間を求めて、瞬間瞬間に最高の価値を与えられないならステージに立っている意味がないと僕はそう思うって言ってて、私はその時ファン目線だったので、いや私があなたを見たいから行ってるんだよ、だからどんなに辛くても勉強と勉強の合間にライブに行ったりとかすることで幸せをもらえてるんだよって思ってたんですけど、このお仕事、まあ、舞台とかそのね、ラジオとか人の前に立つ仕事をするようになって、この言葉の重さがめちゃめちゃ分かって、私たちはお芝居をするのが当たり前なんですけど、最高のものを届けるっていうのが、なんだろう、こんなにもちゃんと責任だって思えたのがこの言葉のおかげで、すごい、だからプロ意識、私の中でのこれは絶対にやりたい、私はプロなんだからここまでやりたいみたいな意識を作ってくれたのがアイドリッシュセブンなんですよ。なのですごいなんかファン目線の言葉もたくさん出てくるし、アイドル目線、役者目線の言葉もたくさん出てくるし、マネージャー目線、仕事仲間、同業者目線でのいろんな言葉も出てくるので、何かを応援してる人、うん、何かのファンをやってる人にはちょっと見てほしいなっていつも思ってる、うん、っていう作品ですね。え、何、アニメがやっぱりおすすめ？いやでも元はゲームだよね。そう、ゲームのストーリーが一番あの大元なんだけど、アニメは割とテンポ感がよくって見やすいかな、うんうん、ただカットされてるセリフも結構あるんだけど、うん、このセリフは確かアニメでも聞けます。あれだよね、メインライターさん、つしみさんだよね、多分ね。そうです、そうです。そう、つしみ文太さんっていう結構有名なね、シナリオライターさんがやってるっていうのは知ってるから、うん、そう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 。そう、だから結構他の作品で読んだことがあるから、ね、そうそう。伏線とかも多いのと、割とポップなところはポップなんですよ。すごい、なんかアイドルが爆弾を持ってる犯人と対峙して、こうなんか戦うみたいな。いやなんかさ、めっちゃ変な顔してるけど何その顔。アイドルが爆弾を持って、え、アイドルが爆弾を持って、爆弾を持ってる犯人と、その犯人が持ってるバッグとアイドルが持ってるバッグが同じ柄で、それで入れ替わっちゃってて、うん、あのバッグ開けたら中身爆弾でどうしようみたいな。あー、コナンみたいな。あ、まあでも、うん、でも別にじゃあそれでどうなるかってどうもならないんですけど、ただあの警察の人が来てちゃんと処理してもらえたそういう話なんです。よかった、よかった。いや、落差がおもろいな。そう、でもやっぱこうメンタル育成ゲームって呼ばれてて、メンタル？うん、メンタルを育成していただくゲームなんですね。うん、あのファンの目線からしたら本当に辛くてしんどくて、うん、なんでそんなことするの？っていうぐらいシナリオライターに切れたこともあります、私。そんなに。でも、やっぱしんどい思いをした先には幸せなことが待ってるし、幸せばっかりが続くわけでもないし、努力をしないと廃れていくなっていう作品ですね。なんかそう思わせてくれる作品。
なるほどね。すごいね。はい、暑い。暑いんですよ。そうか。じゃあ、初心者にはアニメの方がおすすめ？そうだね。アニメだと、D アニメスターとか U ネクストとかだったら見れるかな。わかりました。すごいさ、結構がっつりファンが長年ついてる作品な印象があるから。そうなんですよ。なんかそのなんかこういう理由なんだなっていうのがすごい分かった。ね、なんか熱い気持ちで、しかもなんかね、今見たら多分もう刺さりすぎてもう泣きすぎて立てなくなっちゃう。そんな。そうなんですよ。そう。なんか15歳の時に見てた感想はファン目線だから、その作品のファンの子たち、その世界の中にもファンがいて、アイドルのファンが、からこう外側にいる3次元の私たちってその作品のファンじゃないですか、うん、でもその作品の世界にはその作品の世界のアイドルのファンがいて、なんかファンに寄り添った目線で見てたんですけど、今見るとアイドルの目線で見ることができて、今自分が置かれてる環境によって目線が変えられるいい作品だと思うので、もしよかったら皆さん見てみてください。はいはい、はい、ありがとう、すごいありがとうございます。すいません、とっても長々と語ってしまったんですけども。いや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 、みんなそうです ね、 ね、みんなそうです。いかがでしたでしょうか。はい、ということで、あの私たちのおすすめの作品を紹介させていただいたんですけれども、うん、まあ芸術の秋が近づいてきましたのでね、皆さん何見ようかなって迷ったら、ぜひさえちゃんのおすすめは、大豆田とわこと3人の元夫、そしてみくさんのおすすめは、ブレイブストーリーです。はい、そして山城のおすすめはアイドリッシュセブンということで、もしご興味が湧きましたら、ぜひぜひあの手に取って見てみてください。見てください。はい、ということで今回は山城のコーナー、人生に潤いを、あなたの心に一番響いた作品は何でした。そんなタイトルだったんだ。そうなん、最初言ってたじゃん。そんなになんかめっちゃ寝てるなって思った今。いや、実は楽しいですね。うん、楽しかった。楽しかった。どっちもすごい気になっちゃったもん。うん、ぜひお願いします。見てくださいね。はい、よろしくお願いします。感想もください。はい、はい、まあというわけで、もうあっという間にエンディングのお時間でございます。今日は大ボリュームだったんじゃない？ねえ、すごい、ね、早かったな。でも、はい、じゃあ告知しますか。はい、はい、はい、じゃあしろちゃんからお願いします。はい、まず舞台の告知をさせてください。海猫の泣く頃にステージオブザゴールデンウィッチエピソード4に出演いたします。今回ですね、あの海猫の泣く頃にの舞台シリーズでは初の2部作、前編後編の2部作となっております。前編がアントゥルース、後編がエンドミーっていうタイトルがついてるんですが、私はどちらにも出演します。9月6日から9月9日までやってるんですが、なんと劇場チケットが完売しております。ありがとうございます。全日程完売しているので、もうあのご用意ができないんですけれども、ただ配信がございます。前編後編どちらとも配信がございまして、9月9日の千秋楽の日にライブ配信と、そしてその後アーカイブ配信がございます。なので劇場に行けないよっていう方も配信で見ていただけたら嬉しいです。そして今回あのグッズもございまして、アクリルスタンドとかブロマイドとかに私も入れていただいてるので、よかったらチェックしてください。よろしくお願いします。い、そしてここからはあのイベントのお知らせなんですけれども、うん、なんと私人生で初めての生誕ライブをやります。イエーイ。はい、日にちは9月の16日月曜日の祝日ですね。うん、このイベントが私山城夏実と清原ひなえさんという私の大好きなお友達の合同生誕ライブとなっておりまして、タイトルが Are you ready? 月島家真ん中バースデーとなっております。はい、あのまあいろいろツッコミどころはあると思うんですけれども、何も聞かずに来てほしいなっていうところですね。
まあ、ざっくり説明しますと、山城夏実と清原ひなえのユニット名が月島家っていう、そのお誕生日イベントだと思ってくれたら嬉しいです。はい、場所は池袋ビッグバンボックスさんで、18時開場、18時半開演です。チケットも発売中ですし、この日しか売らない限定のグッズもございます。アクリルスタンドと、もう受付が終了しちゃってるんですけれども、初めてフォトブックを出させていただきます。はい、フォトブックはね、受注生産だったので、もう受付が終了しちゃってるんですけれども、他にもブロマイド、アクスタとブロマイドはイベント会場でもご購入いただけるようにするので、もしよかったら見に来てください。よろしくお願いします。はい、以上です。はい、じゃあ次ミクさんお願いします。はい、私は先月と同じなんですけど、ただいま出演中のラジオの告知だけさせていただきます。ですね、 FM ナックファイブラジオ CM ナレーション株式会社伝承という CM に出演させていただいております。いろんな種類があっていろんな時間で放送されているそうなので、もし聞いたらぜひ教えてください。以上です。はい、じゃあ最後さえ、はい、じゃあ中村お知らせさせていただきます。9月末ですね、もう近づいてきました。9月26日木曜日から9月29日日曜日まで舞台ナビゲーションという作品に出演させていただきます。こちら脚本が1リットルの涙とか極戦の江頭みちるさんで、演出主演がポケモンシリーズのサトシ役松本梨香さんという、まあ本当にもう名だたる方々に囲まれて、なかなか楽しく稽古をやらせていただいておりまして、ちょっと思ってたのと全然違う役柄になっていて、ちょっと戸惑いつつ、楽しみつつといった感じでありますので、ぜひ見に来てください。こちら会場は池袋シアターグリーンボックスインボックスシアターでございます。ぜひお待ちしております。はい。あとはですね、もう以前からお知らせしてる ANA のラジオドラマだったり、まぶたの転校生という映画にも出演させていただいておりまして、こちらの方もまだもうちょこっとは公開してる劇場があるかなと思いますので、もしよければホームページだったり私の X だったりを確認してもらえれば良いかなと思っちゃったりしちゃってます。はい、というわけで、はい、以上ですね。はい、はい、はい、ではそろそろお時間でございます。山中先生学園放送部、はい、本日はここまで。はい、次回は10月3日木曜日20時からの配信です。次回もお楽しみに。そして今夜お届けしたのは山城夏実と瀬川美久と中村沙耶でした。それでは、また聞いてね。バイバイ。バイバイ。